試合は宝塚東のキックオフで再開する形になります。キックオフキッカーは宝塚東81番の花田が務めます。慶明学院リターナーは25番が配置されました。慶明学院の25番は中作。オンサイドキック、さあ攻撃権出していた。オンサイドキックでしたが、オサダはさあこの判定はどちらになったでしょう。慶明学院が押さえています。従いまして慶明学院相手陣40ヤード付近からの攻撃、42ヤードからの攻撃という形になります。高安東、ここでなんとか状況打開戦とあえてギャンブルに近いオンサイドキックを敢行しました。キックオフのボールが開始点より10ヤード以上前進すれば攻撃権は得られますが、このキック10ヤード前進できず、結果的に慶明学院の攻撃となります。慶明相手陣42ヤードからファーストアウト。さあまず中央へのランプレーから入ります。何枠25番ハンドフォーを託されて中央突破を図りましたが、このランプレーによるゲインはほとんど1ヤードゲインとなっています。キャリア25番は中作。慶明学院セカンドランナー、ボールオンは相手陣41ヤード。中央のランプレーが抜ける、さらに行きます。ナイスラン、ファーストラン。ここでランニーバックゼロン、ハンドフォートされまして中央突破、一気に相手ディフェンス陣の中を縫うように走り抜けまして攻撃権更新です。ランニーバックゼロ番は平野、素晴らしいランプレーによりまして攻撃権更新です。慶明学院ファースター、そして慶明相手陣9ヤード入りましたのでファーストアンドゥーゴールとなります。慶明学院ファーストアンドゥーゴール、残り9ヤード。さあ左オープンを展開しまして、タッチダウン、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。押すことだけしか許されていません。反則発生した地点から10ヤード抜退してファーストダウンをやり直しとなります。従いまして先ほどのタッチダウンは無効という形になります。慶明学院ファーストダウン2ゴール、残り13ヤード。さあ今度はクォーターバック10番ハンドオフフェイから右オープンへのランプレー、その走力で一気にエンドゾーンを狙いましたがゲインはしております。相手陣6ヤードに入りました。0番の選手はメンバー表の方に登録ありませんので、こちらの方の名前は番号のみの故障とさせていただきます。慶明学院相手陣6ヤードからセカンドダウン2ゴール。ここでホイッスル、イエローフラッグが出ております。反則発生です。
オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード抜退し、セカンドダウンやり直しとなります。これにより慶明学院相手陣11ヤードからセカンドダウン2ゴールで試合再開となります。さあ反則は続いていますが、このチャンス生かすことができるでしょうか慶明学院。逆に高塚東はこの機を生かしてしのぐことができるでしょうか。さあトラブルが発生している。ターンオーバー。ここで慶明学院動揺を隠せずか、ここでボールをファンブル発生しました。その隙をミスを見逃さず高塚東、このボールを抑えまして攻撃権奪取です。攻守交代、ターンオーバー。宝塚東窮地を脱することに成功しました。攻撃権は宝塚東に変わります。ボールオン自陣17ヤードから宝塚東ファーストダウン10。反則が発生しております。イエローフラッグが出ています。先ほどの反則はオフェンス側にありました。イリーガルフォーメーション、不正な体形でプレーをしました。しかしこの反則を慶明取りません。プレー有効とし、インターセプトリターンによるタッチダウンとなりました。見事タッチダウン決めましたが、慶明学院高校84番の伊藤。成功、1点追加。慶明学院高校37点となりました。どうやら試合続行となるようです。高塚東リダーに入った。なんとか粘りますが、しかし慶明のラッシュきつく、自陣10ヤード付近でボールデッドとなっています。
しかし自陣9ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバックアチャン、プレッシャー感じながら右スプリントアウトからワイドレシーバー7番にパスを通しまして、攻撃権更新です。宝塚東ファースター。宝塚東自陣21ヤードからファーストダウン10。ここでウォーターブレイクが入ります。ダブル解けまして、まもなく試合再開となります。宝塚東自陣21ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでワイドレシーバー81番にパスを投じましたが、これはディフェンスのカバー厚くパスキャッチできませんでした。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。元陣屋さんメッセージありがとうございます。規定の変更があることを私は出演しておりました。コールドゲームになるのは40点差以上がついた場合という形で規定が変わっておりました。失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。インターセプト。さあボールこのエンドゾーンに入った。タッチアウト。ここで投じました。パスを取ったのは慶明学院3番、そのままエンドゾーン飛び込んでインターセプトを取ったタッチダウン。これによりまして6点追加となり、ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、慶明学院高校セインツ43点、宝塚東高校ワイルドキャッツ0点で慶明学院の勝利となりまして、慶明学院決勝進出、そして本戦出場確定となりました。両チームナイスファイト、ナイスゲームでした。
宝塚東高校家計ながら素晴らしい戦いを演じ続け、この準決勝の地に赴きましたが、しかし残念ながらここで力及ばず敗退に終わります。しかしその戦い素晴らしいものがありました。ナイスファイトでした。次の一戦で関西学院と兵庫県1位を決める決闘決定戦に挑みます。ナイスゲームでした。題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意のあてにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつていじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑むものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑む機会は得られなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。本日はこの試合をもちまして配信を終わらせていただきます。本日戦いを謳歌しました彼らは、この厳しい家臣昇誕の時を乗り越え、今開花開校の春を謳歌しております。その果てにやがて訪れる研鑽鍛錬の夏を乗り越え、再び試練激闘の秋に挑みます。その果てにこの本会の地を訪れることができるのは果たしてどのような強者となるのでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は私のマナ弟子である月曜からアメフトパーニーの依頼によりまして、高校アメリカンフットボール協会兵庫県の許可を得まして配信を実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋リチャでした。皆様機会ありましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。